はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。ギターラインインストラクターのまるちゃんこと丸山りょうです。今日はヨルシカの言っての、イントロ、解説、バッキング編リード編をしていきたいと思います。いや、はい、では早速行ってみたいと思います。はい、そしたらですね、イントロのフレーズから解説していきたいと思います。この楽曲、まずはキーが、C になっているので、 C メジャーペンタトニックを使って演奏されています。ここのポジションですね。ここからを意識しておくとフレーズがかなり見えやすくなってきます。はい、そして2弦の15フレットから始まります。こんな感じで入ってますね。で、チョーキングをするんですけども、した瞬間にピックを使って音を止めてあげれると本物っぽくなります。そして、はい、で、ここ難しいんですが、中指で13に行ったらそのままスライドで次の音に行きます。17ですね。17までスライドして、はい、ここは中指で薬指に戻っていきます。そして人差し指でまたスライドして戻ってきて、これが一つの流れです。で、もう一回最初の方は繰り返して、今度はこっちに下がっていきます。で、クロマチックで下がっていって、C の音に解決みたいな形になります。ゆっくり弾いてみます。 感じになっています。で、お次はバッキングの方ですね。バッキングの方、コードは結構単純なコードが多いですね。メイン的にはちょっと難しいのが、後半の方に出てくるんですけども、イントロ自体は、バッキングコードが F、 そして G、 E、 A マイナー。はい、まずはこれで構成されてます。で、ストロークなんですけど、タンタンタン、ウタタタタカタカ。はい、めちゃくちゃ難しいですね。タンタンタンタ、ウタウタタカタカ。こんな感じになってます。で、さらにさらに難しいのがですね、左手はほとんどセーファーコードで弾きます。で、スタッカートを入れてあげるんですね。こんな感じになってます。そして G コードに移って、こっちの G じゃなくて正ハの G ですね。3フレットで F の形。に行きます。で、E コードに行くんですけども、普段だったら E って多分こう押さえると思うんですが、このここに実は E コードができているので、このまま行ってあげれるといいです。で、そのまま、またミュートを入れるんですが、E コードの時は開放弦があるので左手が使えません。まあ、やる人はこういう感じで小指でやったりする人もいると思うんですが、僕は右手を使ってやります。右手でピタッと音をミュートしてあげてください。そして次が Am に行きます。こんな感じになってます。で、後半のコードが F、Gと同じです。上がったら Am なんですけど、ここだけパワーコードになってます。パワーコードのこれで弾いたら、今度は
E on G シャープってことですね。 G シャープの音と E の音でストロークは変わりません。で G のパワーコードで D on F シャープっていう流れになっています。はい、イントロバッキングちょっと、通して弾いてみます。 3,4 こんな感じになっています。いかがでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。ヨルシカ言ってですね、僕が初めてヨルシカを聞いたのは実は言ってだったりして、割とあのヨルシカを知るきっかけになった、いい曲だと思っております。イントロそしてギターソロもかっこいいので、ぜひとも練習してみてください。この続きが知りたいよって方はぜひギターラインまでご連絡お待ちしております。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは次回の動画やレッスンでお会いしましょう。バイバイ。